ふう、疲れた。でも今日は早く帰れてよかったよ。ハル、ケンタ、ただいま。って、え？ちょっと行ってくる。待って。何？あなた、どこ行くの？会社。今日は家族でピクニックに行く予定だったでしょ？わん、わん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 。そうですよ、パパ。この前もそうやって約束破りましたよね。そうよ。しのぎなんだから、しょうがないだろ。そうやっていつも忍び忍びって。うん、もしかして浮き輪？浮き輪してるんでしょう。いや、そんなしのぎないけど。しのぎって何ですか？違うよ、はるちゃん、忍びだよ。ああ、忍者ってことですね。しのぎっていうのは。何これ？のーん、カット。台本と全然違います。え？リン、ちゃんと読めてたと思ったのに。私も。ハルグライマス、ちゃんと読めてたの。浮き輪じゃなくて浮気。しのぎじゃなくて仕事マス。忍びでもないマス。こんなんじゃ、しのすけたちに勝てねえ。そんなこと言ったって、難しいよ。うちでは、仕事をしのぎって言うんだもん。まだアドリブはいらねえ。まずは基本に忠実に。スモモはそこは厳しくいく。まあまあ、スモモちゃん、落ち着いてください。練習あるのみですよ。そうだな。よしと、もう一本行こうか。ちょっと。ああ、お帰ります。おお、はるちゃんのママ、お帰り。お帰り、早かったね。お帰りです。よし、じゃあリアルおままごとの続きを。ただいまって、いやいやいや、ちょっと待ってよ。ぬ、スモモたちこう見えてもケツカッチン。早くリアルおままごとやりて。ふえ、スモモちゃんってお尻コチンコチンなんだね。リン、そういう意味じゃない。うい、スモモのお尻はプニプニ。ママ、どうしたんですか？何よ、この状況。この子たちは誰？新しくできたお友達です。一緒にリアルおままごとしてるんです。春が寂しそうだから来てやった。うん、みんなで遊んだ方が楽しいから。そうだね。寂しそう？そういえば、ケンタ、パパはどこにいるの？パパは。おお、おお、帰ってたのか。ああ、ケンタ、ただいま。そんな驚かなくてもいいじゃない。もしかして外にタバコ吸いに行ってたの？ああ、もうやめてって言ってるじゃん。ごめん、やめるよ。もう少しでやめるつもりだから。それいつも言ってるけど、火はちゃんと消してから捨ててね。わかってるって。でもありがとうね、春のこと見ててくれて。ああ、え、どういうこと？春のお父さん。うん。なんだこれ。どうかしたの？あ、いや、なんでもないよ。ん？もう遅いからみんな帰りな。ラストリアルおままごとしてから。うん、そしたら帰るね。最後の一本、付き合ってあげよう。よし、じゃあやろっか。いやいやいや、親御さん心配するだろう。一回ぐらいいいんじゃない？ダメだって、もうこんな時間なんだから。まあもう夕方か。またいらっしゃい。もう、残念無念、また来週。おこっと、またね、はるちゃん。またね。うん、また遊ぼう。私はあきこ、32歳、6歳の娘を持つ母親だ。私の仕事は出張が多く、旦那の健太の方が比較的自由が利く仕事についているので、今日みたいによく娘の春を見てもらうことが多いんだ。今日もありがとうね、ケンタ。本当にいつも助かってるよ。おお、今日は帰り早かったんだな。うん、仕事が思ったより早く終わってさ。そっか、お疲れ様。うん、ありがとう。ところで、あの子たちはどこの子なの？ああ、あの子たちは春の友達だよ。
幼稚園の？見たことない気がしたけど。あ、いや、それは春。あのね、近所の子たちです。そう、近所の子なんだよ。今日お友達になったんです。へえ。公園で遊んでる時に会って、春と仲良くなったんだ。それでうちに来てもらったんだよな、春。はい、そうです。春、どうかしたの？ううん、なんでもないです。そっか。なんだか春の様子がおかしかったような。まあ気のせいかな。でもよかった、春に新しい友達ができて。春、引っ込み思案でなかなか友達ができなかったから。その数日後。ケンタ、あのさ。お、どうした？本当に申し訳ないんだけど、来週急に2泊3日の出張が入ってさ、春を3日間任せることできないかな。おお、全然オッケーだよ。任せて、任せてくれよ。そんなのお安いご用さ。ありがとう。あ、どうかしたか？いや、なんかテンション高いなって思って。そんなことないさ。3日もいないなんて寂しいけど、春と一緒にどうにかするから大丈夫。そう、こんな風に嫌味一つ言わずに見てくれると言ってもらえて本当にありがたいな。え、ママいないんですか？うん、パパとお留守番よろしくね。そうですか。どうしたの、春？うん、なんでもないです。ママも頑張るんだし、春も頑張ります。ご飯もちゃんと自分で作って食べます。ご飯？あ、二人の時たまに一緒にご飯作るんだよなあ、春。はい。そうなんだ。作ったご飯の写真とか後で見せてね。そして1週間後。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。気をつけてです。頑張ってな。うん、ありがとう。そして私が新幹線に乗ると、あれ、家から電話？どうしたんだろう。もしもし？あ、ママ。春、どうしたの？助けてください。お願いです。え、どうしたの？火が、大変なんです。本当に大変なんですよ。火が大変？パパは？パパはいるのよね？パパは、パパ！春？どうしたの？春？嫌な予感がする。火って何？でも、ケンタがいるはず。ケンタに電話しよう。え？留守電？どうして？ケンタ、出てよ！何してるの？私は不安に思い、会社に理由を話して、一旦家に戻った。あ？消防車のサイレンの音？私は足早で家の前まで行くと、あ、家が燃えてる。どうして？春が言ってた火ってもしかしてこのこと？もしかしてこの中に春が？下がってください、危ないです。春、お母さん落ち着いて。落ち着けませんよ。娘が中にいるかもしれないんです。お願いです、行かせてください。だから落ち着いてください。すぐに確認しますから。大丈夫ですから。早く助けてください。お願いですから。ある。15分後。いやー、京都旅行楽しいな。私京都に来たの修学旅行以来。ねえ、次は金閣寺に行こうよ。八つ橋も食べたいな。御朱印巡りも。全部やろうぜ。2泊3日楽しめるんだし。本当にラッキーよね、このタイミングで奥さんが出張なんて。それな。そういえば娘さん、一人で留守番大丈夫なの？大丈夫。いつもミサと会うときは一人でさせてるし、なんとかなるっしょ。そっか、なら大丈夫ね。金閣寺の場所はここを曲がって、って、あ？どうしたの？妻からめっちゃ電話来てる。無視でいいっしょ。今は私との時間楽しんでよ。それな。って言いたいところだけど、バレたらめんどくさいから一旦電話するわ。ええー、バレたら次の旅行に行けなくなるだろ。え、
また連れてってくれんの？当たり前だろ。ケンタ愛してる。俺もだよミサ。ってことでちょっとごめんな。はい。もしもし、どうした？やっと出たわね。ごめんごめん、春なら元気だぞ。今どこにいるの？あ、どこって、春と家でおままごと中だよ。春おままごと大好きでさ、何回もやってって頼まれるんだ。まったく困っちゃうぜ。本当に？本当本当。よくあの中でおままごとなんてできるわね。あの中で？家が燃えてるんだけど。は？家が燃えてる？どういうことだ？どういうことも何も、これを見なさい。は、本当に燃えてる。なんでだよ。知らないわよ。春はどうしたんだ？一緒にいるんじゃないの？いや、春には一人で留守番を。一人で留守番？あ、とにかく春がいるはず、助けてくれ、お願いだ。あ、切れた。ごめんミサ。ん？俺帰る。は？ちょっと待ってよ。4時間後。はぁ、嘘だろ。家がほとんど燃えてなくなってる。春はどうなったんだ？これ、俺って捕まっちゃうのか？一人で留守番させたことで。どうしよう、浮気旅行なんか行ったから、罰が当たったのか。やっぱり、浮気旅行だったのね。あきこ。それに、春の心配じゃなくて自分の心配？本当にありえない。春は、死んじゃったのか？俺は逮捕されるのか？春は、うんしょ、うんしょ。はい、めいちゃん。うん。はい、春。うん、すももちゃん。火事の原因はこいつます！いけー！うわぁ、冷た、何するんだ！どんどん持ってくれまーす！うわぁ！春は、この子たちが助けてくれたのよ。は？よし。今日も春んちでリアルおままごとの特訓するます。へえ、リンもう飽きたな。私もスモモだって特訓の塔に飽きてる。でも春はリアルおままごと好き。そうだね、春ちゃん大好きだもんね。リアルおままごとしよっか。うい。あれ、どうしたの？春ちゃんちから煙出てない？もくもくしてるます。やべえかも。はるちゃんを助けに行こう。うん、そうだね。あ、はる、いたます。倒れてる。まずい。大変だ、火が出てるよ。あ、窓の鍵開いてる。突入。うわー、はる、はる。そんなことが。3人がはるを連れ出さなかったらどうなってたと思う？あなた、春を置いてよく浮気相手と出かけてたのよね。それで寂しそうな春を外から見て、この子たちが友達になってくれたみたいじゃない。本当にこの子たちがいてよかった。うぅ。それにあなたのせいよ、この火事は。俺のせい？春が料理でもしようとしてたんじゃ。私も最初はそう思ったけどね。原因はあなたのタバコの不始末。本当に最低よ、あなたは。俺のタバコ？あ、確かに朝吸ってゴミ箱に捨てたかも。信じられない。あなただけは絶対に許さないから。もしかして離婚？もしかしなくても離婚よ。慰謝料も養育費ももちろんもらう。待ってくれ、違うんだ。つい出来心で。タバコの火の不始末だってわざとじゃない。何よ、わざとじゃないって。幼稚園児でもそんなこと言わないわ。それにもちろん警察にも捕まるから覚悟しなさい。警察？なんでだよ、春は生きてたし。何言ってるの？タバコの火の不始末で火災を起こし、6歳の娘を置き去りにしたんだから、捕まるのは当然のことでしょ。そんな。それとこの家、私名義で買った家よ。この家の損害賠償も払ってもらうから。慰謝料に養育費に損害賠償なんて払えない。そんなお金ないよ。それは安心して。え？めいちゃんのパパさんはヤクザの組長さんなんです。
パパにお仕事紹介してくれるって言ってました。ヤクザの組長。よかったわね。おい、それだけは、それだけは勘弁してくれ。お願いだ、この通り。えーい、うわ、冷った。とりあえずお迎えが来たみたいよ。お迎え、もしかしてヤクザ。ヤクザ、何を言ってるんですか。あなたですね、ケンタさんっていうのは。警察。おお、シャトルくんだ。ねえ、リンたちと一緒に遊ぶ？遊んであげてもいいよ。ごめんね、今は職務中だから。遊びたくてたまらねえんだろ。別に仕事終わったら遊びたいなんてないんだからね。しゃあねえから、後で遊んでやります。やった。別に喜んでなんてないんだからね。そうと決まれば急いで仕事を終わらせないと。ほら、行きますよ。いやだ、いやだ。こうしてケンタは警察に逮捕された。今までハルが一人で留守番させられていたことを言わなかったのは、ケンタに強く口止めされていたからだそう。もしママに言ったら、パパは二度と帰ってこないかもしれない、そう脅していたそうだ。その後、私はケンタと離婚し、毎月慰謝料や養育費、損害賠償の一部が振り込まれている。ケンタの浮気相手からももちろん慰謝料を受け取った。今ケンタが何をしているかというと。ほら、かかってるぞ、どんどん引け、手を止めるな。もう嫌だ。嫌だじゃねえ、船から落とすぞ。いっそのこと、その方が。ここから逃げ出したい。泳いで沖まで行こうかな。無理か。よし、じゃあ落としてやるよ。この辺はよくシャチが出るからな。きっと食べられて終わりだろうけど。シャチ？よし、じゃあ行け。働きます、働きますから、落とさないでください。次弱音を吐いたら落とすからな。噂組からは保険金かけてるからどうなっても構わねえって言われてんだよ。めいちゃんのお父さんの紹介でマグロ漁船に乗り、必死に私へのお金を稼いでいるそうだ。邪魔見ろ。ハル、本当にごめんね。ずっと寂しい思いをさせちゃって。ううん、ハル、最初は寂しかったですけど、リンちゃんやスモモちゃん、メイちゃんが遊びに来てくれるようになったから、いっぱい楽しくなりました。そう、本当にいい友達に出会えてよかったね。はい、みんなはハルの宝物です。ハルちゃん、遊ぼう。あ、噂をすればみんな来たわね。はい、うちで遊んでもいいですか？もちろんよ。本当に、ハルが無事でよかった。あの時、ハルが取り残されていたらと思うと、ゾッとする。本当に、あの子たちに感謝だ。これからは、私が一人で育てていくことになるけど、二度とハルに、寂しい思いをさせないように、楽しい思い出を、たくさん作ってあげよう。よし、今日もリアルおままごとをします。またリアルおままごとですか？ハル、そろそろ飽きましたよ。あれれれれ？ハルがやりたいって言ってるんじゃないの？ハル、そんなこと一言も言ってないんですよ。もしかして、スモモ。ギク！あ、スモモはアニメの時間。残念無念、また来週！うわぁ、スモモちゃんが逃げた！待て！待て待て！ハル、追いかけよう。けじめ取らせないと。はい、そうですね。待ってください、スモモちゃん。